元素を構成する粒子の結合の強さ。鉄付近で一番高くなる。超新星元素合成とは、超新星爆発によって元素が新たに合成されることで、1954年にフレットホイールによって提唱された。元素合成は、酸素燃焼過程やケイ素燃焼過程において起こる。これらの各融合反応は、ケイ素、イオウ、塩素、アルゴン、ナトリウム、カリウム、 カルシウム、スカンジウム、チタン、そしてバナジウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケルといった鉄収束の元素を生成する。これらの元素は水素とヘリウムのみからなる巨大な構成によって合成されることからプライマリーエレメンツとも呼ばれる。これらの元素が超新星爆発によって放出された結果、生漢物質における 重元素の存在率は多くなっていく。ニッケルより重い元素は、種として、R 過程として知られる、中性子捕獲の過程を経て生成される。また、いくつかの元素合成は、ルピア過程として知られる、陽子捕獲や P 過程として知られる光、崩壊過程によって生成されると考えられている。P 過程は、重ゲそのうち最も軽く、中性子の少ない重元素の同位体を構成する。 詳細は、超新星を、参照超新星は、星の障害を終える際に行う爆発であり、主に二通りの展開がある。一つは、白色矮星が連星系を成す、隣の恒星の物質を吸い上げた結果、質量が、チャンドラセカール限界に達し、炭素の核融合に暴走を起こし爆発を減る、過程である。もう一つは、質量の大きな恒星が、重力崩壊を起こす過程である。 太陽質量の約8倍より大きな質量を持つ構成は進化の過程で赤色超巨星となり核融合によって 56Ni を合成する段階に至る。この同位体は β 崩壊を経て 56Fe に変化し、これは最も強い結合力を持つ元素同位体の一つであり、熱を発する核融合によって作り出すことのできる最後の生成物である。 これ以降のすべての核融合反応は、急熱反応であり、このため構成は、急速に自信。結果、構成の重力は、すべての物質を内部へと強く引き寄せ、物質は中心に向かい落ちていく。構成は、急速に崩れ、その衝撃波によって爆発する。スピッツァー宇宙望遠鏡、ハップル宇宙望遠鏡。 チャンドラ X 線観測衛星によるケプラー超新星の合成イメージ、恒星内元素合成による核融合の過程では、質量数56の元素、おおよそ鉄までしか合成できない。ケイ素から鉄への核融合は、太陽の8倍以上の巨大構成でしか起こり得ず、このような巨星の場合、最終的には超新星爆発を遂げる。超新星爆発は大量のエネルギーを解放し、 構成の発生する温度よりも高い温度を発生させる。このような極高温では、急熱反応であるはずの鉄以上の原子量の元素の合成が可能であり、原子量245までの元素、おおよそカリフォルニウムまでの元素を合成できる環境が考えられる。構成内元素合成の間に起こる S 過程は、最大で原子量二百九のビスマスまでの元素を合成する。 ことが可能である。S 過程は、主に低質量の反応段階の進展の遅い、構成に起こる。詳細は、R 過程を参照2017年8月、中性子星同士の衝突現象が観測され、その現象を分析した結果、中性子星の衝突による、R 過程元素の合成が確認された。この分析結果により、R 過程が、 中性子母子同士の融合によって発生することが証明されている。蒸気の現象が分析されるまでは、高性核が重力崩壊する超新星爆発で、R 過程が起こると広く信じられてきた。しかしながら、R 過程各種の存在比からすると、超新星爆発のうち、ほんの少しの事例で、R 過程各種を生還物質に放出するか、それぞれの超新星爆発で生成された。 R 過程各種のうち、ほんの少しの部分を放出するということを要請する。またコンピューターシミュレーションでも超新星爆発によって、R 過程が生じなかったため、超新星爆発が、R 過程の発生する現場であることに疑問が持たれていた。別の候補として中性死亡指同士の衝突によって、R 過程が起こり得る可能性があることが知られていたが、2014年、 国立天文内東京大学の研究チームによって中性死亡死の合体による R 過程が矛盾なく説明できるとの研究結果が専門雑誌に掲載され、前述の衝突現象が観測され分析されたことによりそのことが証明された。ありがとうございます。